My biggest mistake だからつって。ガタガタガタ。Hi everyone in the world. やっほーみんな、もち先生です。と、あゆみです。スペシャルゲストです。今日は国際結婚をしているあゆみちゃんにいろいろインタビューをしていきたいと思います、はい。この動画は日本語のヒアリングのポッドキャストとして聞いてください。日本語上級者の方や日本人の視聴者は2倍速にして最後まで聞いてください。Yes. はい、ということでいろいろ質問していきたいと思います。国際結婚歴はどれくらいですか？今5年目です。2017年からなので、はい。旦那さんは何人ですか？アメリカ人です。どこで出会った？ハワイのヤードハウスで出会いましたまだあるよね。まだある、はい、ワイキキですね、はい。どんな風に出会ったの？出会いは、私が失恋旅行でハワイに行った時にルームシェアの時の部屋にモッチーがホステル、なんていうのあれ、そう、エアビーエヌビーの、そう、シェアの部屋にいて、でその時に私まだ来たばっかりだったからご飯行くって誘ってくれて、でね、それで出会ったんですよ。そう、本当に失恋旅行で一人で来てて、そう、違うシェアの子も一緒に行こうってなってたんだよね。もともと私とその子だけで行く予定だったんだけど、うん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 、今日来たっていうことで一緒に行こうよってヤードハウスに誘って行きました。そう、そこに旦那さんがウェーターとして働いてて、トム・クルーズにの全然全然トム・クルーズあのファンが炎上しちゃうからマジで見てるマジで見てる。これを若くしてかっこよくした人、いやいやいや、トム・クルーズ申し訳ない。で、うん、ヤードハウスに行って、うんうん、ウェーターしてて、うんうんうん、メールアドレス渡したんだよね。あ、そう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 、その時まだね、その LINE とか主流じゃなかったよね、あの時。いや、LINE 主流だ主流だった。あ、でも違うんだ。そう、で外国の人だったから LINE はやってないと思って、そうだ、そう、 G メール渡した。帰り際ね、私が、そう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 、私だよ私だよって言って、そう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 、渡してました。はい、その後どういう風に彼女になりましたか？うん、G メールを交わしていやでもその後 LINE やってて LINE 交換したんですけど、なんか本当にどこ行きたいとかいろいろ、ハワイやっぱりあのまだ3回目とかで全然知らなかったから、私はスカイダイビングがしたかったんだけど、なんかそういうのにもついてきてくれたりとか、映画誘ってくれたりとかして、あれ、これはどうなんだ、付き合ってるのか付き合ってないのか、その前モッチー先生の他の動画にもあったように、告白がなかったんだ。そう、告白がなかったんだよね、うんうんうん、だから、もしかしたら他にもね誰かいるかもしれないし、遊びかもしれないし、行かなかったんだけど、その2ヶ月後ぐらいに I love you って言われたことがあって、うんうん、でそれで、あ、やっと自分は彼女なのかなって、うんうん、でもさ、 I love you って言われてさ、うんうん、彼女なのかさ、うんうん、私はそのなんか I love you ってなんか今の時代の子たちってアメリカとか結構早く付き合ってから言うみたいなんだけど、うん、でもなんか私がその時の当時の恋愛だと I love you ってすごい特別なことって聞いてたのね。そうなんだ。そうそう、だから、あ、それを言ってくれるってことはあれなのかなと思って、彼女なのかなって思いました。じゃあ、あゆみちゃんはいつから好きだったの？うん、私は明確な時期がわからないんだけど、でもやっぱり最初から本当にいいなと思ってたし、うん、優しいなって思ってたし、もう帰る頃には本当にすっごい好きになってて、もう帰りたくなっても号泣したぐらい、うんうん、でもそうだよ、だってヤードハウスでまずその出会った日からさ、うんうんうん、かっこいいみたいになったよね。それはあった、もうこっちも両方だったんだよね。もうね、あの人めっちゃかっこいい。そうそうそう、でなんかで向こうも自分のセクションじゃないのに、うんうん、わざわざドリンク落としに来たりとかして、うんうんうん、そう、なんかニコニコね、こっちの方を見てたりとかしてて、うんうん、お二人はね初日から両思いだったっていうわけです。いや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 、まあ、要するに私がキューピッドですね。あ、そう、モッチーが、そう、だから違う
レストランに行ってたら、うん、また違うね、そう、もっちがここがいいって言って行ったわけだから、確かにそう、ね、すごいよね。そう、あゆみちゃんの人生を変えました。どういたしまして。 That was my biggest mistake だからつって。冗談だよ。冗談です。はい、って言ってる。旦那とも言ってる、はい、そういう風に、うん、ジャパニーズジョークね。そう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 。その後、はい、あゆみちゃんは3ヶ月しか入れなかったんだよね。そう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 、観光ビザでハワイに来てた。その後日本に帰ったわけだけど、うん、遠距離恋愛をどれくらいしたの？1年と1年2ヶ月ぐらいはしたかな。しんどかった、うんうん、そうだね。本当に全然やっぱ会えないじゃん。会えないし、でも向こうがなんかお金貯めて3ヶ月後に会いに来てくれて、うんうん、そう、なんかその時はまだピュアだったからカウントダウンのカレンダーとか、うん、かわいい。そう、手作りで作って1日ごとにめくれるような感じとかにしたりして、うんうんうん、かわいい。ようやくカウントダウンが終わり、その後あゆみちゃんがハワイに戻ったの？もうその後に J1 ビザっていうのを取って、うんうん、やっぱり遠距離だとね、行ったり来たりとかもあんまりね大変だし、うん、J1 ビザを取って1年と半年、うんうん、もう向こうに住んじゃおうと思って向こうに引っ越しました、うん、はい、そう、私もね J1 でもともと行って、うんうん、ハワイに、そうそうそう、大学卒業して J1 でハワイに行った時に出会いました、うん、た、そう、だからそれで教えてもらって、うんうん、あ、そういうことができるんだと思って、うんうん、じゃあ J1 ビザで仕事をしている間に結婚が決まったの？うんうん、そう、J1 が切れるもう4ヶ月前ぐらいに本当にある日突然プロポーズされて、うんうん、で、そう、それでっていう感じですね。みんな聞きたい。じゃあ、うん、プロポーズのシチュエーションを教えてください。はい、全然特別じゃない、お金とかは全然かかってないんですけど、うん、ある日突然あの休みの日にサンライズハイクに行こうって言われて、で、朝早く起きて、あのハワイなので花馬ベイのすごい綺麗なハイキングがあるんですけど、うんうんうん、ここね、あ、ここ、そうで登って、うん、でそれであの花馬ベイが一望できるところで彼があの写真を撮るっていうから、うんうん、でセットした後になんか戻ってきて海を一望しながらなんか First time I met you みたいな、なんか、あ、今日すごいなんかロマンチックだなと思って、なんか気づいてないの、まだ全然気づいてなくって、うん、あ、うん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 って聞いてたんだけど、うん、途中でえ、まさかって思う瞬間をあって、しかもそのすぐ後にもう膝をついてパカって来たから、そう、パカって来たから指を変えるお金とかも貯めてるなんて思ってもなかったし、まさかって思ってたからもう号泣して、ブリューマリミって言ってくれて、で私はもうオフコースって言って、そうそうそう、いいな、映像があるんだよね。そうそう、隠し撮りっていうか、その写真だけじゃなくて隠れて撮って、そう、動画ビデオを彼が、うん、あのちゃんとセッティングして、うん、パカしてて、ちょっと見せてもらったんですけどみんなにはちょっと見せれないんですけどめちゃくちゃ感動的でした。その後晴れて2人は結婚して、おめでとうございます。ありがとうございます。アメリカ人との結婚生活っていうのは想像通りだった、うんうん、それとも違った？なんか私が思い描いてた結婚の理想よりはすごくいい、うん、人によると思うんですけど、日本とかだと女性も仕事してても家事とかを、なんだろう、うんうんうん、全部ちょっと任されたり、料理を作るのは結構女性がしなきゃいけないっていう、うんうん、なんて言うんだろう、うん、なんかあるよね、そういうのがあるんだけど、でもなんか旦那は結構自分から進んで料理作ってくれたりするし、掃除とかも手伝ってくれるから、うんうん、そういう面では本当に優しいなって思って、じゃあ想像より、うん、アメリカ人旦那との結婚生活は、うんうん、いい、今のとこ、so far ね、うん、so far, so good, so good. 喧嘩はするの？喧嘩も本当にもう毎日のように、毎日のように、うん、するかな。ちっちゃいこと、なんかそんなに大きな感じではなく、私が小言を常に言い続けるみたいな、うんうん、そう、私も会ったことあるじゃん、あゆみちゃんの旦那さん、うんうん、彼からさ、うん、怒ることってあるの？
そんなない。めっちゃ優しいよ。うん、なんかいや優しいよりもちょっと抜けてるから、うん、気づかないあの、うん、私こう言いたいのがあって、はい、驚いたことというか感動したことがあって、はい、あゆみちゃんが遠距離してる時に、うん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 、旅行に一緒に行ったんですね、うん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 、旅行に一緒に行ってる間に、うん、あゆみちゃんが彼とテレビ電話をなんかしてたのね、あ、してたね、うん、であゆみちゃんその時多分、うん、なんか J1 ビザの書類のこととかで結構ストレスが溜まってた時期で、うん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 、彼にちょっと強めに言っちゃったりしてた時だったのね。そのテレビ電話を私はちょっと横聞こえちゃってて、なんかもう大丈夫かなみたいな感じで、うんうん、あの心配そうにちょっと、うん、あの聞き耳を立ててたんだけど知らなかったそしたらね、うんうん、あゆみちゃんがなんか、うん、なんか言ったんだよねわーって、そしたら、うん、彼が、うん、が落ち着いてベイビーみたいな、落ち着いて、うん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 、でも怒ってる顔もすごい可愛いねみたいなことを言っててそう、ね、何この人と思って、変わってるでしょ、変わってる、そう、なんか優しいなって思いました。今はもう一切ないです。喧嘩したらShe's so crazy そうなの言われるの、うん、She's so high maintenanceそういう感じです、はい、はい、じゃあ今日はインタビューに答えてくれてどうもありがとうございました。いろいろ聞けてよかったです、うんうんうん、国際結婚のこと、はい、あんまり周りにいないから、そうあゆみちゃんぐらいかな、私結構そうなんだ、国際結婚してるの、うんうんうん、あゆみちゃんだけかも、知らなかった、うんうんうん、だから勉強になりました。いやいや全然、私の視聴者はね、うんうんうん、結構日本人の女の子と、うん、きっとデートしたい、うん、結婚したいっていう人多いと思う。あ、そうなんですね、うん、多分ね、おいいじゃん、すごい参考になったと思います。はい、よかったです。この動画がお前日本の YouTuber みたいなこと面白いと思ったらこちらをライクしていただいて、こちらにコメントしていただいて、サブスクも忘れずにお願いします。お願いします。それじゃあ皆さん、またね、バイバーイ。